はい、こんにちは、ビッグボーイと。ビッグママです。今日も元気にアドバンスドウォフェア未来の戦場。はい。やっていきたいと思います。今日はちょっとね、レーザー兵器でも使ってみようじゃねえかとね。じゃあ俺も使おうかな。今初めて使うんだけどね。俺はね、ちょっと、合計で3分ぐらい使ったことありますけど。前にね、ちょっとレーザー兵器を使っててめちゃめちゃ強い人がいたから。レーザー兵器に慣れてる人が強いだけど、レーザーが強いわけじゃないんだよ。まあね。どう使えば。ああ、倒せない。今日はね、いつも悪い私の対戦が絶好調なので、おう、もしかしたらね。こいつは難しいぞ。さて、連続で3回死んだ。今、一気で倒してよ。嘘。一気で倒したっておかしいね。一気でしたよ、うん。やばい、やばい、死ぬ。ああ、よし、倒した。よいしょ。エイムが全然安定しない。エイムは安定するよ。いい、倒した。ああ、後ろにいる。難しいな。とっさに対応することできないよね。一人倒した。どんくらいで一体これ弾が切れ、お結構撃てるはずだよ。ああ、倒せない。いや、ちょっと私成績がなかなかひどい。いや、まあレーザーならしゃあないな。決してこれはネタ武器というわけではないんだけどな。まあ、かといってガチでもないからちょんちょんだな。よし、二人倒した。いいじゃないか。おーおお、ショットガン。腰ダメで殺したぜ俺は。ああ、まずいまずい。味方が勝ってんのがね、ありがたいよね。 UAV が勝ってんのこれで、ね、え、慣れてきたら慣れてか、なんでこれレーザー兵器なのに反動があるのかね。ああ、それはちょっと重たいってことで。ああ、ダメだ。おーおお、倒した。もう2人ちょっとだったんだけどな。リスポーンがなかなかひどいところにされたな。あれ、死んでる。うん、なかなか倒せない。倒した。あー、無理ですね。威力が弱いからさ。そうだよね。そう、そこだよね。あー、味方。全然武器として悪くはないんだけどね。威力がちょっとね。あー、ダメだ、殴ればよかった。まあ、これはちょっとレーザー。あ、これ何？長押しで出るんだ。知らなかった。出るよ。これ別に今までちょびちょび言ってたんだけど。セミオートではないぞ、これは別に。いいことを知ったわ。まだこのマップをね、うまく覚えちゃいないんだけど。そうなんだよね。こいつは一体どこに繋がってる？逃げる、逃げるが勝ち、逃げるが勝ち。よし。待って、もう、おーはーはー、アイムが遅いな、これ。あ。長押しできるの強くね、この武器。そうだね。まあ、このさ、出るレーザーがさ、人によって違うとこが、まあ、なんとなくいいよね。疲労が。いいよ、押した押した。だからこれ、腰ダメしても結構まっすぐ飛ぶから。そうそう、レーザーだからね。なんか、私、画面がめっちゃ、おー、パンチできなかった。この他の武器と違ってさ、壁抜きできないのがちょっと微妙だよね。そうね。うん。俺壁抜き割とするから。なんか僕すげえ画面赤いんだけど、これ何が起きてんだいって。知らねえ。倒した。ああ、もう一人。あ、ダブルキル。うわ。今二人とも俺がアシストになったぞ。ああ。ちょっと弾幕を、くそ。うまく弾幕を張っていきたいところ。いや、なんかレーザーは弾幕要因らしいしね。よし。いいよ、いいよ、いいよ。うん、完璧なエイムができた。もう1位じゃったよ。あー、ダメだ。本当に？いや、ちょっと少し出てきたよ。あー、いや、UAV を展開してきた。勝てんじゃん、勝てんじゃん。なんともまあ。よし。レイザー楽しいね。レイザー楽しいね、これ。うん。あー、どうすね。すな。一応これがね、
多分機関銃っていう位置になってる武器なんだけど、その機関銃のうちのほとんどが2つぐらいで話してるのに終わっちゃって、全然ね、倒せなかったけど、まあいいんじゃない、まあいいんじゃないですかね。でちょっと今回はレーザー兵器を初めて使ってみました。あ、僕か、お前かよちょっとダサいなレーザー兵器使ってみました、はい、じゃあ今回ここまでで、お疲れ様でした、ご視聴ありがとうございました。